こんにちは、ゆたかチャンネルのゆたかです。今回はですね、うちのメンバーで、もう僕がね、一番こう友達として付き合ってる、まあ彼女じゃないですけども、本当にね、友達としてこう大切にしてる車両が出来上がってきたんで、紹介の方をしていきたいと思ってます。まあね、ゆた工房さんって言って、自分でこう塗装の方とか溶接の方をされてる方で、かなりね激渋な新潟車両を作ってきたんで、今回紹介動画としてあげることになりました。見てくださいよ、これタンクの方とかもやばいっしょ。でマフラーの方もですね、ウィンドジャマーズの方入ってまして、テールランプとか外装の方も全てご自身で塗られてるっていう、ちょっと気違い車両ですよね、の方を紹介の方していきたいと思ってますんで、皆さん最後までご視聴の方よろしくお願いします。フロント周りからのご紹介になるんですけども、これディスクの方は、タンシェンのディスクです。タンシェンの245ミリ。はい。で、RPM のキャリパー、ブレーキキャリパー。で、なおかつ RPM の LSG2 のフロントフォーク。はい。すごいな。これブレーキホースの方もメッシュホースに変わってますね。あ、もうゆくゆくまたちょっとこれも交換します。あ、また交換予定。はい、すごい。でなおかつこれステムの方ちょっと照らしてもらっていいですか。ステムの方これ塗っちゃってますやん。塗りました。これ何色に塗ったんですか。オリジナルで調色したガンメタに、ガンメタにちょっとラメが入ってるように見えるんですけど、シルバーだけですね。あ、シルバーだ、きつめにしたんで。あ、シルバーをきつめに調合して塗られてるんですね。すごいな、ステム塗っちゃう。あの段も全部消して。あ、ほんまや、段とかも全部消えてるやん。めっちゃこだわって作ってるやん。これホイールの方って、これ鋳造のホイールの社外のホイールですよね。社外です。これどこのホイールになるんですか。台湾のあの RDR っていうメーカーのホイールになります。あ、ちょっとだいぶ前に流行った。そうです、一昔前の流行りです。でも廃盤でもないですもんね。なかなか見ないです。これしかもホイールの方もこれ塗られてますよね。塗ってます。これ何色っていうんですか。これもちょっとオリジナルに近い紺色みたいな、ちょっと紫寄りの紺色みたいな。紫寄りの紺色。あのクロノスとかのメタリックを。あ、クロノスのメタリックを吹かれてるんですね。ほんまや、すごい、めっちゃ綺麗。ボディに合わせて。あ、ボディに合わせて。で、キタコのホグランプの、これ珍しいですけどホワイトの方つけられてるんですね。白です、ホワイトです。なんでこれホワイト選ばれたんですか。ヘッドライトスモークしたんで、まあ、ちょっと見えやすくするために。あ、ヘッドライトをスモーク塗装されたんですね。うわ、めっちゃ綺麗。これもご自身さんで塗られたんですか。自分でやってます。やばいな。これ光の方は後でちょっとね、ご紹介させていただくんですけども、はい、むちゃむちゃ綺麗に塗られてますよね。頑張りました頑張りました、はい。で外装の方なんですけども、こちらなんていうんですか、紫が結構目立った。これもグレーもオリジナルで調色してもらって、そこからクロノスのカッパーマゼンタっていう、カッパーマゼンタっていう色を混ぜられてるんですね。色で顔料なんです。へえ。もうこの言うたらグレーっていうのは元は 何の色に近いんですかね。ナルドグレーのパールを抜いてグレー自体ももっと濃くしてます。ナルドグレーのパールを抜いてもっとくグレー自体を濃くして濃くしてる、はい。ちょっと僕あのよう分かってないんですけど、なんせかっこいいよね。すごい。これね、角度によってね、その何、このラメの種類っていうんですか、はい、が何でしたっけ。カッパーマゼンダー。カッパーマゼンダーっていうのがめちゃめちゃこう光によってね、この分かります、この辺とかもうめっちゃ紫とか、そのグレーにはもう光の加減で変わるんですよね。そうです。すげえな、めっちゃかっこええな。なんでこの色選ばれたんですか。これはみんなグレー結構やってる中で、はい、ちょっとずば抜けていきたいなっていう。ああ、オリジナリティを追求した結果この色を選ばれたってことなんですね、はい。すごいな。でこれウインカーまで全部塗られてるんですか。はい、塗ってます。すごいな。やっぱなんていうんですか、このなんでそのブラックでクリアっていうんですかね、こうライト類をスモークにしようと思ったんですか。
引き締まって見えるかな。いやもう引き締まって見えるっていうか、めちゃめちゃ悪く見えるもんな、これ。見て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 、めっちゃ悪くないですか。なんかね、僕の中では80年代のめっちゃ悪そうなおっさんが乗ってるっていうイメージがあるんですけども、まさにねその通りとは言わないですけども、でもかっこいいよね。で、あ、ここダクトの方も開けられてるんですね。まだ途中ですか。途中で行かないんで、まあ今後変えていく予定ですよね、はい。でタンクの方がこれもうえぐいって、タンクえぐいって言って、これ僕の口癖やん。勝手にパクりました。勝手にパクった。でタンクもこれ紫って言うんですか。紫と黒のグラデーションです、ね。グラデーション。うわ、ゆたかチャンネル貼ってるわ。嬉しいわ。で純ほとにゆた工房、はい。これゆた工房っていうのはご自身さんがやられてる。めっちゃ綺麗に。で、あ、これフレームまで塗ってません。フレームも。フレーム、これ何色なんですか。フレームはもう黒のソリッドに、ゴールド。あ、ゴールド。あ、だからこうめっちゃギラついて見えるんですね。すごいな、これまさかフレームまで塗ってるとは思わんかったっすね。でジャマーズの、はい、マフラーの方入って、はい、でシートの方なんですけども、シートこれどこのシートですか。上昇ワンさんのシートになります。あ、上昇ワンのシートになるんですね。フラットシート、はい。で純正のリア羽根、はい、もうこれも塗られてるんですよね。もう一通り塗りました。すごいな、これね動画で分かりづらいとは思うんですけども、あのグレーなんですけど紫に発色しよるんですよ。それがね何とも言えないこの怪しげさ、もうなんて言ったらいいんかな、ちょっとね僕語彙力がなくてなかなか説明できないんですけども、すごいねこう見てもらったら本当にねグレーなんですけども紫に見えるっていう、本当不思議な配色の方されてますね。でテールランプの方も塗られて、はい、これ塗って見えなかったりとかしないんですか。1回目ちょっと失敗したんで2回もう1回やり直して何ようにはしました。何回も言ったら調合を、そうですね、塗る回数変えたりとかでちょっと変えてやってます、ね。でリアサスの方はこれ M デザインさんのリアサス、はい、入れられてますね。すごいな。でファンカバーの方がシンプルに、そうです、 NCY さんのやつに変えられてまして、でこれ純正のスイングアームですよね。そうです、純正のスイングアームがこれグラデーション塗装っていうんですか。そうです。いやこれはなんでまた純正をこうグラデーション塗装しようと思ったんですか。社外も入れたいんですけど純正も結構好きなんで、それをちょっと生かした仕様、色味で生かしてみようかな。言うたらブラックからシルバーにこうグラデーションする塗装になってるんですね。はい。すごいな、もうめっちゃ塗装って何年されてるんですか。いやそんなむちゃくちゃはやってないですけど、ちょこちょこやったりしてる感じですね。でもまあ車とかも実績あって塗られてますもんね。そうですね、塗ったりします。もうホイールがすごい、リアホイールもめちゃめちゃ発色してますもんね。ちょっとまだ埃が汚いんですけど、埃が汚い。まあ急遽ねその撮影の方ちょっと決まったんで、それでもねやっぱ塗れるところは塗るっていう風にご自身さんで決められて塗ってるんですけども、クランクケースもやってんな、ほんま。今日は差し上げました。いや僕これ撮影するからってわざわざやってきたの。そうです、間に合わそうと思う。いや嬉しいな。でもこっち側も言うたらパターンがちゃいますよね。なんか色は一緒なんですけどちょっとぼかし方を変えました。ぼかし方を斜めにして、あ、斜めに言うたらグラデーション塗装してるんですね。しかもクランクケース前見た時これ開いてなかったけど、これは開けてちょっと置いとって、はい、加工しながら他のことやってたんで。なおかつねこの後ろ側も綺麗に開けられてるんですよね。これ珍しいですよね。結構熱逃げてくれそうかなと思って開けたんですけど、すごい、なんか本当に
なんていうんですか、いかついとしか言いようがない車両になってきましたよね。まあ僕と知り合って2年ぐらいですよね。そうですね、もう火つけられたんで。火つけられた、言い方悪いな。でもね、やっぱその自分がとことんそのできることをそのしていくこのスタイルっていうのは僕めちゃめちゃ好きで、このフレームのところとかもね、結構ね、見にくいとは思うんですけども、結構ね綺麗に塗られてるんですよね。頑張りました。あ、すごいな。でこれ深夜の あれですかね。あ、そうですね。ね、なんていうのやったエアークリーナー、ね、のフィルターの方入れられて、全体的に見てもね、本当にね全部塗ってる。もう一通り塗るところはなくなりました。一通り塗るところはなくなった、はい、だってもう普通は塗らないですもんね。そう、塗らないところを言うたら自分の特技を生かした本当に全塗装。そうです、全塗装にオリジナリティしかない車両、極力人と被らんようにっていう。まあでもね、2年の付き合いで、まあ本当今年入ってからですもんね、僕のフレームを塗っていただいてから。そうですね、そっから一気に火つきました。火ついて今まあ 5月5月なんですけども、5月もう5ヶ月でここまで仕上げる。 そういったね、そのなんていうんですかね、ちょっとまあ一緒に楽しみたいっていう、そういったこう意気込みとか、そのみんなで盛り上げたいっていう気持ちがめちゃめちゃ伝わる車両ですね。楽しいです今。まあちょっとね、今後もね、お付き合いの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。でクラッチの方がデルタクラッチ。そうです。でアウターの方が車外のアウター入れられてるんですね、はい、でもこのやっぱクランクケース、この純正加工っていうのがもう最強なんで。そうですね、ちょっと車外もつけてみたいんですけど、これもこれで楽しみがあるんで。いやもう純正を生かした仕様、なおかつ本当に本当にね、塗れるところ全部塗ってるんですよね。こうすごいよな。いやこうやってね、僕のなんか仲間にやっぱ助けてもらってるんで、その仲間をね、やっぱこうやって配信していくっていうのは本当嬉しいことですよね。ありがたいです。まあね、まだまだその全部塗装っていうのは全部終わってるんですけども、今後ねまだまだやっていく車両になってますんで。いやでもすごいことになったな、マジで。もうここまでするとは僕ほんま思ってなかったから。やっぱこのカッパーマゼンダー、クロノスのカッパーマゼンダーっていうところを選ぶっていうのが僕からしたらすごいなと思って。そうそう、ちょうどあったんでこれを使いたいっていうのがあったんで。でグレーってね、なかなかその選ぶ方多いんですけども、やっぱこの独特な濃いグレーを選ぶっていうのはすごい勇気のある。結構暗い系の色が好きなんで。いやでもこうやって見てみたらね、本当にねいかつい車両で、本当に僕が目指す車両をさっきやられたっていう感じがあって、内心悔しいんですけども、それでもねやっぱ友達がこうやってね車両出来上がってくるっていうのはね本当に嬉しいことなんで。ヘルメットの方もねちょっと塗られてまして、これヘルメット何色？黒からシルバーのぼかしにクロノスのカッパーマゼンタを入れてます。あ、クロノスを入れて、でなおかつねこれちょっと見にくいんですけども、こうどんどん変色していってるんですよね。そうです、めっちゃ綺麗な。でなんかこの辺なんかただれたみたいになってんねんけど。あ、それわざとです。あ、わざと、はい、わざと沸かして。へえ、塗装じゃないですけどブラック塗装的な感じで、だん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 言うたらこの辺だけがそういった塗装になってるんですね。そうです、すごいな。なかなかこうオリジナリティあふれる。でこの南河内っていうのがまあ言うたら僕らが住んでる地域の、はい、まあ、ステッカーをちょっと遊び半分でやってるっていう感じですね、はい、そんな感じです。まあ、僕もねやっぱりこうやって協力してもらって、でまあ一緒にシグナス乗って楽しんでるんで、メーターの方にちょっと貼らせてもらってるんですけども、いやでもなんかこういうのがちょっと流行ったら面白いよね。そうですね、まあ本当にね皆さんで楽しく集まれたらいいなっていうことで、まあ大体月1で大堀の方、そうですね、まあ豊かチャンネル撮影会っていう名目で
あのゆた工房さんとかに手伝ってもらってるんで、まあ、今後ともねちょっとね皆さんで盛り上げていけるように、まあ、スクーターねカスタムだけではなくその喋ったり、はい、あの部品の方とかこんなんあるよこん、まあ、情報交換ですよ ね、 そうですねの場を、まあ、ちょっとこっち側で作りたいということでやってますんで、はい、ぜひぜひね皆さんゆた工房さんの車両をねあのまあ盆栽車両だって自分では言ってるんですけど僕ちょっと引っ張り出してあの今後もねちょっと皆さんの目にあのお披露目できるようにしていきたいと思ってますんで頑張っていきます。そしたらねちょっと言いづらいとは思うんですけど、はい、僕のいつものフレーズ、はい、あの皆さんご一緒にって言ったらスクーターなめんなよっていうのを言っていただきたいなと思って、はい、分かりました。今回はねゆた工房さんが作るね本当にかっこいいかっこいいっていうかいかつい車両ですよねの新潟車両のご紹介動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんご一緒にスクーターなめんなよ。またねー、バイバーイ。疲れてんの？めっちゃ吹いてるやん。めっちゃ吹いてるやん。もう、ま、回ってんねんけどえぇってほんまほんま恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいなぁ。いいよな、もうめっちゃ明るいやん。すごい明るいな。これめっちゃ明るいやん。これえブラックに塗っとってこんなに明るいの？そうですね、何回か失敗してやっと成功した感じですね、今最近は。へえ、やっぱ今までの経験で言うたらこれだけ明るくそのできるってことやんね。うまいこと濃さを調整して。へえ、め本当にあれやね、うまいよね。見えるよね。そうね、朝だいぶ調整したんで。これウインカーちょっと光らせてもらっていい？めっちゃ明るいやん。あんだけ暗いのにこんだけ光るんやね。そうね、もうだいぶ見えへんかったんでここも調整しました。調整して、ヘッドライトもう一回つけてもらっていい？やっぱ明るいわ。こんだけ明るかったら全然見えるもんね。そう。すごいわ。腕上げたな。頑張りました。まあ今後ともね、ちょっとお付き合いの方よろしくお願いします。お願いします。